はいどうもこんにちは、ミキソです。今回はシャドーバースやっていきたいと思います。はい、今回なんですけども、ローテーションのネメシスですね。はい、新カード一つも入っておりません。入ってないですね。はい、人形ネメシスです。やっていきたいと思います。なんというか新カード入れてやってたんですよ、最初はね。ただ新カードない方が多分強いなってことで、はい、結果前のシーズンと変わってないような感じになりました。ただ神器冥道やシーンを採用しているので財宝ロイヤルにも耐えれます。で、あと財宝ロイヤル以外にも、あとはドラゴンのあれですね、ハンドレスドラゴン、ディスカードドラゴンですね、はい、あれにも対応できます。で、神器冥道があるので、ワンタンキル系のデッキにも強いということで、人形ネメシスです。やることというと、やっぱりオーキスがキーカードではあるんですけども、オーキスが手札に来なかったとしても、リーシュナの、白の章、黒の章、これでちまちまダメージを与えたり回復したりっていうことができます。で、もう一つのプランとして、ジェットパックガンナーが失踪するって感じかな。ジェットパックガンナーはボスに失踪を持っていて、エンハンス6または8で使うと攻撃できる回数が増えます。攻撃、進化したら4-6になるので、エンハンス8で使ったら12点出すことができるということで強いですね。で、アブソリュートテイストさんは随分前に弱体が食らいましたけども、この軸は人形、操り人形をよく使うデッキなので、破壊数が稼げる。で、手札の消費も激しいので、アブソリュートテイストは相性がいいということで入れております。はい、ということで、今の環境にも割と対応できるようにちょこっとだけデッキをいじったタイプですね。新カードは全く入っておりませんが、リプレイの方で戦い方を見ていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブ、ランデブーミヒトチャンネル。はい、それではリプレイです。お相手さんはエルフですね。邪魔するなら来て。はい、高校を引いているので、だったらリーシェナが欲しいんですね。リーシェナと人形が欲しいんですけども、アブソリュートテイストが序盤から手札に来ている。人形というか1コストでありつつ、ラストワードで人形を確保できる売り物もある。人気メイドは序盤はいらんかなと思ったんですけど、とりあえず人気メイドだけ返して大きくが来る。あとは人形をたくさん手札に持ってくるだけ。ただドロソがね、多いわけでもないから気をつけないと。1ターン目動きはなしですね。職人の1連が引けたので、人形2種類を選択。楽園への来訪。はい、楽園への来訪は穂積がほぼほぼ確定ですね、今のエルフね。5ターン目にとんでもねえ盤面を作るっていうか、めんどくさいフォロワーを出すやつですね。このデッキはそれの対応ができます。1枚だけ融合しておきます。ニゴブリンメイジ、はい、コスモスファングをデッキに戻しましたね。そして手札に戻すフラワーブリン。はい、不吉の人形師、こいつが今回のお相手さんのデッキに対してメタになりますね。反撃、どういった反撃って言うんだっけ。人形の団結で人形確保。ここで操り、改良型の人形を出したのはリーシェナの進化時効果で操り人形が出したかったんですね。お相手さん4ターン目動きはなし。はい、引けなかったので、人形だけ融合してターンエンド。ちょっと動き的にはゆっくりしすぎてるんですが、こっからエルフのわけわからん動きが始まりますね。はい、ホズミを 5PP でプレイして、 5PP というか5ターン目にね効果を発動。コスモスファング、スレイド、ウィムエルとタムリンですね。はい、で、お相手さんはコスモスファングを進化することによって他のフォロワーたちを手札に戻す。しかもこれですね、ウィムエル、こいつがめんどくさいんですよ。はい、8コス44と見た目しょっぱいんですけども、その後の能力、場を離れるときこいつを代打す、変身させたり、ロイヤルだったらルパンかで能力自体をかき消さない限り無限に出てきます。
ラストワードを持たないモルディカイみたいな感じ、エグいですね。野生の牙に理性を飾る。風はもう吹いてる。風はもう吹いてる。はい、人気名のが燃えた。2枚しか入っていないのでちょっときついか。ところがここで不吉の人形種が強いんですね。ちょっと長くなります。早送りしますね。とりあえず人形でマスカーニャじゃねこれでコスモスファングの、除去を進めます。ただ、除去している途中にウィムエルだけウィムエルのこの体力をちょっとよく考えないといけない。今回は運が良かったです。進化権が余っているので出してターンエンドです。これがしたかったんですね。44で毎回4ターン 4ダメージか飛んでくるのがめんどくせえっていうことで攻撃力を1にしてしまいました。風さらず風はウィムエルがまた出てきて2枚目のウィムエル。プレイヤーでタイプカードをタッチ。そして今出したウィムエルを進化。はい、ここは、もう3枚ね融合しているオーケストラを使っていきます。愛の憎しみの私の位置。はい、オーキスで、フレイヤーを取って、こっちですね。ロイドの効果でねこの盤面の2体はロックできるということで無視して殴る。我が身は神秘の注目だろ。タムリン強いですね。不織布の敵名おあいつさん、よほど手札が悪いのか、まあ何枚かつけてるんですけども、はい、実は勝ちですね。はい、ジェットパックガンナーが来ています。エンハンス6で使ったら2回攻撃です。失踪です。進化権が余っている。ぴったりですね。普通なりにかっちょよくアーティファクトよ。やれねえ加速だ。今んとこね、ほぼ全デッキに対応できるデッキですね、この人形は。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな。で、ここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。